今日はチョコちゃん、これこのチョコちゃんですよ。ほらチョコちゃん、チョコちゃん、ほらほらチョコちゃんこっち向いて、人懐っこいのよ。ほらほら男の子、男の子です。男の子、お鼻がまた可愛いです。もう7ヶ月ぐらいなんですけどね。なかなか眠られてがつかるんですよ。男の子ですね。男の子です。はい、穏やかでね。穏やかで、ええ子なんですよ。ええ子、うん、どういうところがいい子ですか？いやもう全然甘噛みとかしないしね。甘噛みしない。しないんですよ。へえ。懐っこいしね。よく見ると勇ましいお顔ですね。でも相当優しいんですよ。優しい、うん、へえ。そうですか。特徴は優しい。優しいし、人懐っこいですね。誰にでもゴロゴロ、ゴロ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 言って、ね。へえ、うん。抱っことかは？抱っこも好きなんですよ。抱っこも好き。うん、こんなバッチリですよ。性格はやしね。もう猫らしい可愛さが。うん、そうそう。へえ。もう手術もしとるしね。あ、そうですか。うん、へえ。なるほど。ブラッシングとかもできる。何でもできますよ。爪切りでもね。爪切りもできるんですか。もうすごい。何でもできますよ。もう偉いね。育てんだからね。それ育て方でしょうね。いやいや、もともと性格かな。うん、小さい時1ヶ月、生後1ヶ月ぐらいの時に保護したから。なるほど。それには慣れたよね。こんな人にもらってほしいっていうご希望ありますか？それもずっと大事にしてくれる人ですよね。ずっと大事にしてくれる人、うん、そうそう、うん、最後までね。20年ぐらい生きそうですもんね。さあ、どうかね。大事にしてもらったらね。寄ってきてくれましたね。そうなんですよ。この子たちは人好きなので、すごい甘えん坊で、はい、甘えん坊で、はい、で兄弟の、うん、はい、あ、兄弟ですか？そうなんですよ。地域猫知ってるところの、はい、子猫ちゃんたちなんですけど、はい、生後どれくらいですか？この子たちは生後ちょうど1年ぐらいです。はい、綺麗ですね。そうなんですよ。お母さんも美人さんで、お母さんはもう地域猫、うん、本当は3人兄弟だったんですけど、はい、1匹は譲渡されて、他の子たち2匹で。黒猫ちゃんが、名前がねねちゃんです。ねねちゃん、はい、女の子で、奥のキジシロちゃんが、はい、キーちゃんで男の子です。へ、2人とも甘えん坊で、はいはい、1人が膝に乗ってたらもう1人も乗ってくる、乗ってくる感じ。膝の奪い合い。膝の奪い合いです。そうですか、はい。泣いたりとかはどうですか？あ、ご飯が欲しい時とか、うんうん、抱っこして欲しい時は泣くんですけど、それ以外は、はい、うん、2人でかけっこしてます。元気だと。元気ですね。この子たちは一緒にもらわれた方がいいんですかね？あ、そうですね、理想は2人一緒がいいんですけど、うん、はい、でもこの子たちを可愛がってくれる方だったら、はいはい、1匹ずつでも、はい、大丈夫です。こんな人にもらわれたいってのありますか？猫ファーストで考える方ですね。猫ファーストと言いますと、もうやっぱり家族として猫ちゃんたちを一番に考えてくれる方が一番ですね。やっぱり生き物なので、やっぱり病気しちゃったりいろいろ思いもよらぬこともあったりするんですけど、そういう時に、うん、思ったのと違うとかお金かかっちゃうっていうので、そういう無責任なことをしない人ですね。この子たち一番に考えてくれる方が、はい。ペットは飼い主さんだけが頼りです。飼う前には最後まで責任が取れるかしっかり考えましょう。
年を取って介護が必要になっても息を引き取るまで愛情を持って飼いましょう。旧国道196号沿い、伊予北条駅より車で3分、松山市北条辻松山北条動物クリニックは猫ワンを応援しています。飼い主のいない猫に餌を与えるだけでは猫を救っていることにはなりません。餌を与えて栄養状態が良くなれば不幸な子猫が多数生まれます。不妊去勢手術を考えましょう。手術をすることで多くの病気を防ぐことにつながります。伊予郡戸部町リバーサイドショッピングセンター内、戸部ペットクリニックは猫ワンを応援しています。名前はまだついてないんじゃないかな。猫ワン、そろそろお別れだよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。また見てね。